月光土の入り口はこの建物の背後にあり、この画像では見えない五国寺は、東京都文京区大塚御丁目にある新言州、豊山派の寺。神戸市山市地院大成五国寺と称する。天南元年2月7日、徳川綱吉は母、継承院の願いを受け、高崎の大成五国寺十字であった助賢に、 高田薬園の地を与え、継承院の祈願寺五国寺の根牛を命じた。本尊は、継承院年次仏の琥珀如遺林、観音。本堂本尊は、堀田正虎の母、英竜院二貴婦に寄付の如遺林観世音菩薩。江戸三十三箇所観音霊場の第十三番札所である。江戸時代には戦争時、江戸院についでで会長の宿寺として人気があった。境内には、 富士塚の音は富士がある。神田にあった御寺院は、教法2年の火災で焼失し、跡地が非助地とされたため、御国寺の地に移転してきた。御寺院は、筑波の地足院中禅寺の江戸別院で、新義新言州総録であり、新義新言州で、最も格式の高い寺院であった。御国寺の東側の地を占め、御寺院住職が、 五国寺住職を兼ねるという変則的な形になった。五寺院は明治時代に神仏分離により打撃を受けて廃寺となり、旧五寺院境内は五国寺のものであることが認められた。五国寺は幕府の祈願寺で段下を持たなかったため、明治維新後は後ろ盾を失い、経済的な苦境に陥った。境内地五万坪のうち東側の二万五千坪は、 三宅の墓所が作られた。これは1873年の明治天皇の第一、王子地、隋照彦村の皇居を機に、五国寺境内の東半分が、皇族墓地とされたものである。また、西側の五千坪は、陸軍用墓地となり、境内は二万坪ほどに縮小した。地、隋照彦村の聖母、ハムロミツコも1873年に亡くなるが、 皇族墓地に入れず、五国寺境内に葬られた。後、境内に三条、ミミ、山形ありとも、大熊重信の,の墓所が作られるが、これは、明治初年に、当時の政府交換へ働きかけ、墓地の新設を認められたことによるという。実業家、茶人として知られる、高橋義雄は、五国寺の段下総代を務め、大正から昭和初期にかけて、 境内の整備を行った。芝にあった松平不満港の墓所が関東大震災で被害を受け、区画整理の関係もあって、松江への移転が検討されているのを知り、五国寺への移転を実現させた。また恩城寺にあった月光殿を実業家原六郎から譲り受け、本堂の西側に移築した。その他、五つの茶室、多宝塔不老門を建設した。 これ以後、月光殿や茶室を利用して、五国寺で大規模な茶会が開催されるようになった。重要文化財の本堂、滋賀の恩城寺から移築された、月光殿など、多くの文化財を有する。また、大隈重信、山田明義、梅健次郎ら多くの著名人の墓所としても知られる。転居、2000年までの指定物件については、国宝。 重要文化財大全別館による。両県健康会意定尊、ゆうたかよし金積直彦恵み会出身絵人経験、新度周産光製能、かつ光さん有形改元佐藤氏をたして、実定実自身をもと栄え尊厚、流剣喜び通弁、サチトリ周費栄え新圧指針恵方新調、森通彩育館会賞実営流星春会、高次大、 両高義義会、沢田秀元長見会見早川改良王の方、吉行佐々木教順岡本協会、小林義弘岡本英志村磯空企画、編集、五国寺都文教、文教アカデミー、2008年、95ページ。江戸東京学辞典五国寺の公、岡本英志、五国寺の歴史について、ピアニッシュも急から10所集。岡本英志、 五国寺の歴史について、P11。岡本英氏五国寺の歴史について、ピアニッシュも11から12。高橋総安、佐藤元山木。平成19年6月8日、文部科学省国時第97号。ありがとうございます。